パーに抜けなかったから、アウトからかぶせて抜こうってもここじゃ無理か。この下り抜けるか、抜けねえわな、ここちゃん。お釜降りそうなぐらいになっちゃうけど、これオーナーカーで読者からの借り物だからね。ここのストレートで、あーでもアウトじゃ抜けないんだよな。アウトじゃ抜けないよな。後ろの服部君は多分余裕で見てんだろうな。ここじゃ抜けないんだよね。しょうがないんだよ、名物のこの上り系抜くしかないんだよ。あー、VTEC が効いちゃう。あ、シビック結構速いじゃない？あ、でもやっぱここは抜けるな。両サイドからだな。やっぱトルクあるね、新型インテアールは。あ、でもコーナーはおかも掘っちゃうぐらい。コーナーはでも負けてないぜ。負けてないってか、こっちの方がコーナー速いかも。これも重さだろうな、やっぱ。こっからの上りのストレートでどうかな。3に入れてから、まあここじゃそんな変わんないね、この短いストレートでは。コーナーはさ、こっちの方が速かったりするじゃん。ストレート速いね。ギアレシオかな。コーナーでも追いつくんだよね。こっからでもその IVTEC ってやつ、ここの上りが速いのよ、このストレートが。新型、これ IVTEC ってやつね。トルク変化の少ないエンジン。でもね、夕方もね、このコーナーで落ちたね。あっちがコーナーちょっとヨカヨカしてるの、重さのせいかな。でも新型だからね、まだ当たりついてないと思うんだよね、ハットリの。それでこれだけエンジンの差があるから。まあでもこのインテもオーナーカーで1万4000キロしか走ってないんで、ちょっとエンジンまだ重いですね、当たりついてない。だけどコーナーは変わんないよそんなに。まあちょっとここは低中速だけだからね、鈴鹿みたいなとこ行ったら変わんのかもしれないけど。ここのね、最終の上り、恵比寿のこの急勾配がやっぱその IVTEC っていうのが、こっちがね、7000回転ぐらいで回転が上がっていかないところで速いね。